よくわかんない会社で、非正規で、派遣とかで、搾取されて、みたいなことを、しか知らない、お前が悪い、っていう話なんです。手取り14万円、12年間働いても、手取り10万円、14万円って、日本終わってますよね、っていう、なんか記事があったんで、お前が終わってんだよって言って、プチ炎上してる。問題についてちょっと考察してみたいと思います。こういうことを書く人たちっていうのは考え方が保守的で、まあ割といい子ちゃんが多くて、親とか先生が言ってることを鵜呑みにして非常に保守的な人が多いです。これはですね、スマホとか SNS が発達してない時代はそれでも良かったんです。なぜなら世の中の動きがめちゃくちゃ遅かったから。それはなぜかというと、情報が不足していて、情報をこうたくさん得て、生き方を最適化する、稼ぎ方を最適化するということができなかった時代は、それでも大多数の人たちがまあのんびり保守的に生きていても大丈夫だったんですけど、今は違います。情報が民主化されました。スマホ SNS で大抵の人たちが大抵の情報にアクセスすることができるようになった今、これを使ってる人と使ってない人で大きな差が出るのは当たり前です。例えば14万円手取りで稼ごうと思ったらすごい簡単です。例えば動画編集のスキル、大したことないです。これ今スマホでもできます。例えば僕がアドベンチャーレースとか、沢登りとかそういった、まあ何時間もかかるアクティブな、エクストリームなレースに出て、それ全部 GoPro で、撮ってたりとかするんですけど、GoPro の自動編集機能、まあまあ使えるんですけど、やっぱりちゃんと編集して、まあ、5分ぐらいの動画にまとめて一緒にレースに出た人たちと共有したいとか思うじゃないですか。これを例えばクラウドワークスとかに頼むと4万円とかでやってくれるとこあるんです。で、5人で4万円分け合って、やれば安いじゃないですか。1万円いかないぐらい、8000円とかで、編集してくれるわけですよ。そしたらみんなで8000円出し合って、かっこいいビデオ作ってもらいたいよねって言って発注すると、ちゃんとやってくれるんです。でも何時間かかけて、その人は、まあ4万円とかもらえれば、これ、例えば5回やったら、5本、1ヶ月に5本やったら、もうそれだけで手取り多分14万円超えますよ。動画編集のスキルって大したことないです。なんかみんなそんなのできっこないみたいに思ってるけど、今オンラインで教材ありますから、昔みたいにこれ難しくもないし、ノウハウは全部 YouTube でタダで見れるんで、動画編集のノウハウなんかそれで覚えりゃいいんです。これも情報が民主化したおかげなんです。昔はすっごい高い、動画編集の本を見て、でも本だと実際にこうどういう風にして動かしてるのわかんないから、結局学校に習いに行かないと理解力のない人はできなかったりとかしたわけですよね。で、動画編集のためのパソコンソフトとかも1本10万円とか20万円して、パソコンも50万円するとか、そういうのもザラでしたけど、今スマホでできますからね。で、それを知っててクラウドワークスを知ってて、そういう発注が来ることを知ってたら、例えばこれも本当にごくごく一例ですけど、もっと簡単な仕事たくさんあります。ウェブページ1枚作るだけで1万5000円とか2万円みたいな仕事いっぱいあります。そんなのたくさんあります。誰でもできそうな仕事で、例えば、どっかの講演会の書き起こしとか、これ書き起こしも今や Google とかの自動音声をこう認識するソフトウェア使うと、だいたいアラ翻訳それでできちゃうんですよ。アラ翻訳とかアラ書き起こしね。で、それの手に用法を直したりとかするのも構成のソフトがあるんです。ジャストライトってソフトがあって、それで構成して、あとは自分でもう一回読んでみておかしいところがないかどうかチェックする。これだけで1万円とか2万円もらえる仕事がザラにあります。例えばもういろんな在宅でできるすげえ簡単な仕事、僕3つあげましたけど、もう山のようにあります。例えばこういうことやるだけで全然そんなの稼げます。しかも今よりも労働日数3分の1とか4分の1で多分稼げると思います。つまり年収上げようと思ったらいくらでも上げられる可能性があるってことです。それをなんかよくわかんない会社で非正規で派遣とかで搾取されてみたいなことをしか知らない、お前が悪いっていう話なんです。